こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、大変人気のオールドレンズ、ズミルックスの 50mm、第1世代になりますね。この姿のですね、美しさから貴婦人の異名を取るですね、大変人気で有名なレンズになります。ズミルックスの、50mm ですね、 F 値が 1.4、 シリアルが1648ですので、1959年のですね、ドイツ製ズミルックス 50mm ということになりますね。はい。はい。工業芸術品とも言われるですね、非常に精緻な作りの素晴らしいレンズですので、ぜひチェックしてみていただけましたらと思いますね。はい。で、外観から見ていきますけれども、ご覧いただいてます通り、うっすらと使用感経年感はあるんですけれども、こう目につくようなすれあたりへこみとかは特に見当たらない綺麗な状態ですね。強いて言ってみても、このぐらいですかねの、ちょっと傷が見られる感じですかね、このぐらいです。あとは落として歪んだりとかですね、どっか強くぶつけたり擦ったりしたような、あとはないですね。マウント部分も綺麗ですね。マウントはもちろん、ライカ M マウントですね。はい。レンズもですね、大変綺麗ですね。前玉後玉ともにですね、擦り傷引っかき傷、コーティングの剥離摩耗などは見られない状態ですね。はい。中玉も曇り、カビ、バルサム切れないですね。大変綺麗な状態です。チリホコリの混入がですね、目視でこうちらほらと見えますけれども、画質に影響のあるレベルではないですね。はい。絞りの動きも軽快で滑らかです。はい。羽の痛み、油の乗りもないですね。ピントヘリコイドもいっぱいまで滑らかに動いてまして、動きムラ、スカスカ感ないですね。はい。付属品がリアキャップ、フロントキャップと、はい。こちら、純正のですね、専用のフィルターになります。フィニッシュのフードになりますね。こう、ちりめん加工が施されております。はい。専用フードになります。こちらを、はい、挟み込み式で、こう、つけていただく感じになりますね。はい。ということで、大変いい状態のですね、ズミルックス 50mm ですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整を、ご希望いただける場合はですね、オプションからお選びいただけましたら、当社にて、格安で受けさせていただきますので、ぜひ、ご利用いただけましたらと思います。ということで、はい。ライカの人気、標準レンズ、貴婦人の異名を取ります、ズミリックス 50mm の、第1世代ですね。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。